瞑想の仕方について教えてください。心は何に集中したら良いのでしょうか。時間はどれくらいするものなんでしょうか。まず皆さん、瞑想とは何か、なかなかご存じないと思うんですね。で、瞑想っていうのを定義することは非常に難しいです。ただ、あえて定義すれば、何か心身に良いことを繰り返し集中する、何か心身に良いことを繰り返し集中すること、これが瞑想であるということができると思います。仏教的にはそんな感じです。なんだそれはおかしいじゃないか、瞑想とはまず座って目を閉じてそうすることでしょうっていうけど、それはちょっと仏教ご存知の方はすぐにそれ違うって分かって、例えば歩行禅とか言って歩きながらする瞑想っていうのもあるんですね。で、立ちながらする瞑想立禅と、ああだから座禅と言って座ってする瞑想って瞑想の一部なのねって気づかれるとよく分かってくると思うんですが、そうすると一体何が瞑想なんですかっていうことになってですね、1日24時間瞑想であるというお坊さん、これも出てくる次第。そうなると一体何が瞑想かよくわからないんですが、そういったところを含めて、言いますと、その心身に良いこと、これを繰り返し集中することが瞑想であるという非常に広い定義になります。で、それをもうちょっと狭めると、心の安定に役立つ、心の安定に役立つことで繰り返し集中されるもの、これが瞑想ということになります。で、瞑想という言葉は仏教の正確な言葉ではなくって、仏教ではいわゆる禅定という言葉、これが一番メインですね。禅定、禅というのは座禅の禅ですけど、禅、これは元の言葉は禅なで、さらに元の言葉はディアーナという言葉です。それから定っていうのはですね、この元の言葉はですね、日本語では三昧といって、この言葉の元はサマディという言葉です。で、これはサンスクリット語です。サンスクリット語で、ディアーナ、それからサマディと言います。これは仏教の母体になったヨーガの中で、ヨーガの最終段階をサマディと言い、その一つ前の段階をディアーナと言います。で、ヨガって何かっていうと、心のコントロールという意味ですが、しかし本来のヨガっていうのは心のコントロールという意味ですが、心をコントロールするための瞑想というふうに言ってもいいぐらい、ヨガといえば瞑想ということになります。だから、このディアーナとかサマディっていうのは、その現代的に言うと瞑想のことを言っていて、で、ディアーナの方が、サマディの方がディアーナより一歩深い、状態で、サマディといえば超瞑想状態っていうのかな、超瞑想状態っていう感じですね。これが究極の瞑想状態。しかし、なんていうか、正確に言うと超集中といったような意味があって、そのサマディっていうのはすごい集中っていうことです。心がコントロールされると、一点に集中が効くっていうような意味で、その瞑想イコール集中、瞑想イコール集中といったような意味合い、これが出てくるんですね。で、サマディとサマディ一歩手前のディアーナっていう瞑想状態を、それぞれ三昧、そして三昧の意味は心の安定ととって定という言葉にしたんでしょうね。で、ディアーナっていうのはなまって禅なになって、それをそのまま音をとって禅にしたんですね。で、この2つをくっつけて禅定ということです。禅と定、ディアーナとサマディを2つくっつけた言葉、これはサンスクリット語にはありません。ディアーナサマディなんて言葉はサンスクリット語にはありません。ディアーナ由来の禅、サマディ由来の定、これを2つにくっつけて1つの言葉にしたのは、多分中国仏教あたりで一つの言葉になって日本に伝来したっていうことですね。まあ、そんな感じなんじゃないかと思います。で、この禅定というふうに表現されるこの、その瞑想状態っていうのは、定っていうかね、この定っていうのは心の安定の定ですね。で、禅っていうのをそのまま瞑想って与えると、禅定っていうのは瞑想による心の安定、瞑想による心の安定といったぐらいの意味っていうことです。だから仏教では心の安定という概念は瞑想の代名詞みたいなもので、心の安定のために繰り返しなすこと、繰り返し集中すること、これを瞑想というふうに言うことができると思います。もしその瞑想の目的の中に心の安定っていうのが含まれてないとするとですね、もう仏教的な思想から言うと、その瞑想っていう言葉の定義はほとんど意味をなさないと。一体何のための
その言葉の定義なのか、分かんなくなってしまうほど広い意味になって、何か繰り返しすることってことになるんで、心の安定をもたらすそのさまざまな繰り返し集中されること、これがまあ瞑想ってことになります。ですからその瞑想の仕方を教えてくださいって言われてもですね、いろんなタイプがあるんですね。心の安定に資するならばどんなタイプでもいいってことです。で、日本人の中で最も有名な馴染みのある瞑想の瞑想は念仏と言われてて、南無阿弥陀仏、南無法蓮華経っていうですね、そういうふうにそのお題目とか信号を唱える、そうです。これを真言瞑想ないしマントラ瞑想などと言います。ヨガではマントラヨーガって言うんですね。何かそれを唱えると心が静まるような、心が安定するような言葉を唱える、これを繰り返し行う。これも先ほど言った真言瞑想ということで、瞑想ということになります。これは比較的実践しやすい瞑想で、だから鎌倉時代を中心に日本中にバーッとこう広がったっていうことですね。しかし本来はそういった何か言葉を唱えるっていうだけが瞑想ではありません。人間の精神的機能の中には物を深く考えるっていう機能がありますね。だから深く考えること、特にブッダの教えについて深く考えること、そして教えについて深く考えるだけではなくて、それを自分の心の働き、煩悩に当てはめて煩悩を砕くようなものの考え方をすること、これは非常に高度な瞑想ですが、まあ思索の瞑想、煩悩を死滅していく、煩悩を分解していく思索の瞑想ということです。ヨガにおいてはジュニアナガヨガと言われていて、最も高度なヨガですが、しかしこれを実現すれば最大限の非常に高い効果、これが得られると言われています。それからそういうふうに深く考えずに何かをイメージする瞑想っていうのがありますね。要するにその仏様を観想するとかよく言うじゃないですか。まあ、例えば、その日本仏教で言えばですね、仏様じゃないんですけど聖なる文字、これを観想するのがその弘法大師空海を持ってきた高野山真言宗のその瞑想阿字観っていうですね、阿字という神聖文字を観想するんですね。それから同じ弘法大師が持ってきた曼荼羅ですね、その仏の現れとしての宇宙ですね、これが書かれているその何ていうか図画、これを見てですね、自分がそれに没入するないし仏様が自分に入ってくるというような瞑想、これを行うってですね、仏様を観想するっていうことですね。でそれと先ほど言った真言、これを合わせてですね、まあ要するに弘法大師空海真言密教っていうのはそうですね、こうイメージを使った瞑想とそれから真言を使った瞑想ですか、まあそういったもの、これが中心になってくるっていうことになりますね。だからこういうふうに考えてもですね、言葉を使った瞑想ですね、聖なる言葉を使って、イメージ聖なるイメージを使った瞑想ですね、それから思索、深い思索の瞑想ですね、そういったもうたくさんの瞑想、これがあってですね、なんていうのかですね、人間の精神的な機能、さまざまな機能を使ったさまざまな瞑想があるということ、これになります。で、まあそのマントラっていうのはそれが心理的な良い効果があって、それを繰り返し唱えていると心が安定するようなそういった音でできているんですね。例えばアーオンというのは身体心理学的にはですね、それを何度も発生していると心が落ち着くってことで、アーメンとかアラーとかアウンとか、それからナンマイダーとか、そういったアーオンがたくさん含まれているものが結構信号には多くて、でそうやってナンマイダーとなると気持ちが落ち着いてくるんだという、まあ多分に聴覚的効果っていうのかな、まあそういったことを使っているということになります。それからもう一つ、何か仏様を観想するっていうのは視覚的効果なんですが、人間っていうのは何かのイメージがですね、自分の聖なる心の働きを引き出すってことがあるんですね。つまり何かを見ると、そして何かをこうビジュアライズ、イメージすると神聖な心の働きになるって、でそれをまあ使った典型的なものがですね、仏像ってもので、仏像の前に行くと、あのこう大善自弱っていうか、その静まった巨大な雰囲気、これを見て心が静まる、目で見て、そしてその後目を閉じてもそれを思い浮かべることによって心が静まる、視覚的シンボルっていうんですかね、視覚的シンボルっていうのが、ここでシンボルを使った瞑想っていうのがあるんですね。シンボルっていうのは正確に言うと聖なる象徴のことで、
それを見たり聞いたり唱えたりすると心が静まるような神聖な何かってことで、これが大抵宗教ではその崇拝対象、これになりがちなわけです。まあ十字架の貼り付けになったイエス、このことを思い浮かべると心が静まっていくっていうか、それがキリスト教徒であって、仏像これを見たり曼荼羅を見たりすると心が静まっていくっていうのが仏教徒であって、そして南無だと聖なる言葉、これを唱えると心が静まっていくっていうのがまあ仏教徒であってみたいな感じで、それを修習すると、それを瞑想すると、それを繰り返し見たり聞いたり唱えたりすると心が静まるもの、これがシンボルって言われているもので、まあ科学的にはシンボルです。人の聖なる意識状態を引き出すから。しかし宗教的にはそれが絶対視されて崇拝対象になることが多いですね。だから仏像っていうのはやっぱりその金属か木であって、それが絶対者であるわけじゃないので、控えの輪としてはそれは要するに実際には木でありないし金属であるが、それを見た者の脳裏にそのものの意識の中から聖なるものを引き出すという意味で象徴物、聖なるシンボルだと解釈する方が崇拝対象絶対視するよりも合理的だという考え方があります。でこのシンボルにおける瞑想っていうのは非常に重要で、まあそれを絶えず思い浮かべたり考えたりすることによって心が静まってくるっていうことになってくるってことですね。瞑想っていうとですね、やっぱりその一言で言うと自分なりの何かのシンボルを持つってことですね。何かを唱える、何かを聞く、何かを思い浮かべる、何かを考える、そうすると心が静まっていくっていう、そういったいい意味でのトリッカーですね、象徴ですね。それをまあ瞑想の対象と考えるのがまあ一つ重要なポイントです。先ほど言った思索の瞑想などは時々に起こっている自分の煩悩を砕くものですから、その時その時でなるすべき思索は変わっていて、常に自分が主従すべきシンボルというのとは違ったまあ瞑想になります。しかしそういった時において融通無限に行われる高度な瞑想法ではなければ、先ほど言った唱える、見る、思い浮かべることによって心が静まるシンボルの瞑想っていうのは少なくとも初心者にはまあおすすめの瞑想の仕方ということです。皆さんの何らかのホーリーシンボル、これを見出した時に皆さんの一つの瞑想体験、自分のパーソナルなメディテーションシステムというのができるということですね。まあということは要するにそういったシンボルをどう自分で見つけて温めていくかっていうのは、その心をコントロールする上での非常に大きな秘訣ということだと思います。